この動画は収益化しておりません。はい、どうも節約大戦です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日の題は何？自己紹介とかしてもらっていい？自己紹介、いや今更必要ですか？私たちしてもらって、こいつ何にも喋ってない。今コメントある、コメントあるとしたもんね。いつもじゃないですか。うんうんってうなずいてにこやかにしてる。忘れてる？もう忘れてんじゃないの？何をやるべきかみたいなこと。動画のオープニングですか？オープニング節約大全が始まります。はい、今なんかミーティングが始まるわけじゃない？いやミーティングはもうしました。ちょっとあ、そうなんですね。ミーティングってこうやって横に並ぶスタイルだ。いやもうなんか無理やりかぶせてこないで、大したことじゃないやつをやりましょうか。はい、今日は現地の動画をね、東京競馬場になんか行ってきてくれたみたいなんですけど。ああ、なんかアキラ行くって言ってます。そう、なんか寝て起きたらね、東京競馬場についてたんですよ。っていうようなことを やってたね、君たちね。そうね。あのポンクとね。そうですね。そうです、はい、シュトラウスでしょ。あ、シュトラウスだ。ようやく出てきたけど、サウジアラビアロイヤルカップを見に行ったんだよね。そうでした。サリオス以来の。はい。はい、サリオスの時はね、バチーンと勝ったけどね。あ、気持ちいい勝ち。気持ちいいね、本当に。俺はあれ現地で見た。そう、一緒にいました。サリウスの球がでけえっていう話はそこで始まったんですよ。あ、そこですよ。で、今回はシュトラウス行ってきたと。そう、行ってきた動画です。その様子を見ていただきましょうか。カウントダウン。アキラさん来ましたね。来ましたね。はい、どうですか？寝て起きたら東京競馬場でした。連れてきましたもん。はい、今日何の日なんですかね。今日何の日ですか？さっきあっちにアラブの人いました。なんかさっきからいろんな人に声かけられるんですけど、ね、そうですね。っていうヤスホックスさんがいらっしゃいました。あ、どうも。あ、解説のヤスホックスさんです。今日はもうシュトラウスが、あ、シュトラウス、シュトラウスがこれ以上言えないので。そうですね、はい、あ、これ以上言えない。応援に来てくれたってことで。そうですね。ちょっと馬券は買わないでおいて。馬券は買わない、はい、買わないでおいて。邪魔しちゃう、いや邪魔しちゃうとまずいので。あ、そうそう、あ、止まれるんですね。はい、もうそろそろ機種乗る感じ。そうですね、乗りますね、ルメールさん。いや、今んとこでも落ち着いてますよ。いや、落ち着いてますよ。ギリギリな気もする。いい感じ？はい、突然入ってきた。ギリギリな気がする。でもやっぱさ、風格っていうか、でかくて迫力あるよね、シュトラウス。それくらいならわかるぞ、俺でも。特に、ね、2番の本場でカーブスト、うん、もう50キロぐらいしかないんだけど、迫力が違うもん。うん、あれ、ルメール遅刻してる？はい、あ、もうギリギリ。2年レースに行ってたからね。あ、そう、大丈夫ってことなんですかね。うん、そうですね。ボンドガール。おお、外のソルトスいる。本君的にどうですか？パドック見て。いや、でもボンドガールはさすがだけど、シュトラウス全然負けないぐらいオーラある気がするんですよね。でも気象はやっぱギリギリな気がするんですよね。ちょっと、あ、ちょっとね。ちょっとなんとか持ってくれれば。いや、このままで全然大丈夫だと思うんですけど。いや、ただ前回のパドックもそんな感じだったの。ああ、そうなんですね。うん、今んとこ大丈夫。うん、ギリギリ大丈夫。ギリギリ大丈夫。じゃあ今日もギリギリ2着ぐらいですかね。いや、ほんとね、言霊ってあるんだ。確かに。俺の言霊なんで通用しないぐらい人いっぱいいるんで。でもちょっとサービスしてくれます。入手もらってくれます。みんなこれでいっちゃいます。サトノソルタスっていうあの色はかっこいいね。かっこいいね。うん、共同通信杯2着なんです。あ、さっき言ってたやつがそれか。本気のおすすめエコロマーズ。僕はエコロマーズから行きます。で、シュトラウス1着のエコロマーズ3着コテからです。お、3着コテ。いや、なんか崩れたらエコロマーズ。個人的にはウィンアクトル頑張れ。アキラの本命はウィンアクトル。本命じゃないです。この写真撮れますね。このテンションなんとか我慢してほしいですね。歩き方綺麗ですか？わかんないです。落ち着いて歩いてます。ちょっとなんか蛇行しながら。でも一人で引けてるからね、二人じゃない。じゃあ以上、パドック頑張りましょうか。はい、さよなら。2、3着ボンドガール、エコロマース。これ来たらやばい。とりあえずシュトラウス1着引きますよ、カランさん。ちなみに私、これ5番1、3、6。3連単すごい。ちなみに私これです。バケを買ってるまだ1杯しかない。結構寿命が長そうですね。そう、バカには見えないバケを買ってるんで、うん、いいペースですね。はい、始まるよ。あっという間に始まるの。コロナで死んでる時
いる感じを出して、そうですね、一緒に応援しましょう、はい、本当の本命は何だろう、ピコロマーズ、ピコロマーズ、ピコロマーズ、でも僕1着で買ってないんですよ、あの1着はシュトラウスであったっていう馬券を買ってます、なるほど、2、3着固定モサッと出たけど OK 大丈夫大丈夫、まあ、逆になんかこういうレースができる方がいいんじゃない、もう始まってるか、そう始まってますよ、あうちごっそり空いてるから、でもなんかシュトラウスよりボンドガールの方がなんか売り合い怪しくないですか、そうだね、確かに確かにシュトラウスの売り合いはあれだった、ね、シュトラウスの方がむしろいいテンポでいってる気がする、あのいや結構首振りやばいもん、あ、うん、本当だね、さあ突き抜けろ、タイムがちょっと分かんなかったけどどうなんだろう、スラウス59秒だね、まあいいんじゃない、いや開いた、パカッと開いた、おー OKOK よし刺せる、いいぞ刺せる、頑張れ頑張れ、あと3だけ3だけ、相手は3だけだ、よしこっからやこっから、えらい違いだから、確かに、いやボンバレ強かったね、違う違うボンバレ、ボンバレボンバレかも、あこっちか、そうそれとも2着あるぞ、なるほどなるほど、ボンバレがすごい安だったね、ボンバレ最高ですね、いやそうそう、いやあそこからよく粘ったけどね、でもなんか勝負感情は見せた見せた、まあ狭いところにいたもんね、でもこっからまた伸びて、どっちだどっちだ、あーいやー厳しいな、まあ3手出ましたね、いやー惜しいな、貸しといてくださいよ、1番2番3番に、あ取っちゃった、取っちゃいました、取っちゃった、3連服220円、まあまあ両者前ですね、2着3着で違うっていうのは何が違う、つまり賞金を加算できればできないので、あそういうこと、重賞だと2着に入る、あ要は多分2着だと次 G1 なんですよ、うん、なるほどなるほど、3着だともうちょっと足さないといけない、足さないといけない、そう抽選対象になっちゃう、そういうことか、みんな詳しいっすねそうだからみんなもうちょっと2番が突き抜けそうだったから2着2着2着です実際モーリスだから伸びしろもあるし、逆転がその先あるかもしれないから、その土台に立つためにあそこで盛り返したのは良かったよね、いや良かった、うん、いやもう本当沈むと思いましたもん、ね、うん、いや思ったよ ね、 ね、それこそその去年のキングポイントパターンというか切れ負けしたイメージあるんで、まだ全然あると思います、うん、追い出し遅くなかったですか、ルメールの、まあ、結構直線持ったままで来てたよね、こう追いづらそうだったし、でもボンドガールもボンドガールでもこんな口向きやばいんですよまあボンバではこれ見てラッキーと思ってるんね落ち着いていけば勝てると思ったんでしょ、皆さん初めての受賞どうでした、はい、3着ってすごくないですか、いやすごい、いやすごいすごいです、うん、だから期待せずに見ると僕は3着でも嬉しいです、うん、いや本当にそうですよ、もう、はい、勝つことがまあもちろん、ね、一番嬉しいとはもうだってレース中なんてもっと沈むかと思ったじゃん、幻想崩れる波の負け方しそうって思ったけど、頑張って最後とか頑張ってたよね、最後狭いところもこう抜けようとして、うん、さらにねボンドガールとの競り合いまで持ってたもん、なんか化け物級とかじゃないかもしれないけど、いやいやまだ頑張ったよね、いやいやすごくね、でボンドガールって言ってたやつも3着でザマビロすればね、ボンまではでも確かに強かった、強かったね、本当重賞3着番でもそんなモテないし、しかもまだこれからですよ、まあでも上で戦える感じはあるある、いやもう本当いけます、うん、いけます、いや今回のってさいろいろできたんじゃない、出遅れてその中盤にいて、うんうんうん、で馬群をこう間から抜くっていういろいろできたんだよ、気象がもうちょっと落ち着いたらもうちょい長い距離でもいける気がするんですよ、うん、いや最後伸びてたしやっぱちょっとそこが当面の課題というか、まあでも見るのは家でよかったかなと思います
ちょっと今日のお台場だってポンキンが金梨さんに現地観戦の良さを伝えるテーマですから、そう考えるとシトラウスに勝ってほしかったなと思います。あ、僕もです。僕も勝ってほしかったです。あの、当たり前ですが私も勝ってほしかったです。それはそう、みんなそう、確かにそう。こうやってさ、ワイワイできるのがそうですね、良さっていうのは分かりますけどね、はい、そう、いや、いいです、ね、あそこの真ん中で芝生で寝るもよし、ここでワイワイ騒ぐのもよしですよ。芝生行きますか。そう、もうちょっとふて寝しようか。昼寝しよう。うん、しよう。じゃあ、そういうことで、はい、松山騎手、おめでとうございます。ボンバレカーブース最終レース、ロンドンが出るからロンドン買おうか。ハッピーロンドン、ね、220円。そう、僕の頑張れ分け100円しか返ってこないの。はい、どうぞ、はい、お届けしました。さよなら、うん、はい、戻ってきました。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。金谷さん、ちょっとね、あの、今回は残念でしたけどね。まあまあ、僕は疑心暗鬼だったね、はい、まあ、やっぱなるよなみたいなね。もうこれだいぶ経ってるから、はい、終わってからいろいろ話したんだけど、はい、やっぱりさ、あれでしょ、現地にいると細かい状況わかんないでしょ。全然わかんないし、うん、一緒に観戦するしてるじゃないですか、モニターを見ながら、うんうんうん、ポン君が横でボンドガールかかってる、ボンドガールがめちゃかかってるって言ってるのしか見てなかったんですよ。それを見てた、うん、ボンドガール、そう、外からね、ちょっとね、うん、かかってちょっとね、ぐーっと行って、うん、行ったね。そう、手前にシトラス映ってんだけど、それがかかってるなって夢にも思わず、ね、そう、だから、ね、内側空いてたから、あの、なんていうんですか、うん、場所を取りに行ったのかな、位置を取りに行ったのかなと思って、で、後でテレビ見たらすごいかかってました。すごかったよ、あれ。俺テレビ見てたからさ、あれすごいかかった。アンナルメール見たことないもん、あんなに、あんなに後ろ向きの、後ろ向きってな、あんなこう、なんていうの、もうほんとこんぐらいだったでしょ。アンナルメール初めて見たぐらいかかってたし、あれはなんか前の馬がなんかやばいから逃げたみたいな、かけてない、退避したみたいな、そんなぐらいかかってましたからね。ゴール板前に見てて、うん、モニターってちょっとだけ見にくいんですよね、うんうんうん、角度的に。そうで、ちょっとかかってるかどうかが分かんないみたいな、はい、いや、だからボンドガールかかってましたねみたいなのがさ、グループラインに来たからさ、いやいやいや、シトラウスの方があんなかかったの初めて見たぞっていうラインをしたじゃないですか、うん、そう、だからぶっちゃけ現地で僕がかかったボンドガールに負けた感が、うん、ああ、なるほどなるほど。で、なんか追い出しも遅れたのかなとか、うん、大したことなかったんだなっていう結論をその時は得たんですけど、だけど後から小松さんからこのシトラスめちゃかかってたねっていうのを見て、あ、かかってあれたらまだ夢ありますよ。です。言ってよ、ありますよ、待て。なんだよ、夢で終わるの。そこ節約しないでください。そうだよ。この辺コンビネーションじゃない。いや、そうだっけ。もう一回やるよ。だからそんだけ。うん、でシトラウスはだからキャロットのツアーの時か、うん、キャロットの社長、まあ、うん、ノーザンファームの元上長の秋田さん、うん、秋田先生、獣医のに聞いたらそんな感じで言ってたよと。もうとにかく気象が前向きすぎるから、うん、なんとかなだめるのに今頑張ってるところですと。だからそういうのをちょっと踏まえた上で見てくださいねっていう話をされていて、うん、まさにじゃないだから。そうですね、もうほんとそんな感じで、うん、ということなので、僕はずっと言ってますけど、あの馬は第2のピクシーナイトになればいいと思ってます。一応 NHK マイルカップまではあれで行くと思うけど、ね、うん、そのマイル路線、うん、ピクシーナイトもそうだから。っていうか、ないじゃん、あのスプリントを目指す道っていうか、3歳は。そうですね。青いステークスぐらいですよね、そう前半だと。そう、みんな青いステークスにね、目指せ青いステークスみたいな感じで群がってくるけど、やっぱマイルまでは持つだろうから。はい、まあ、もしね、マイルからもう持てばもっと距離で伸ばせるんだったらね、伸ばしていただければ。スプリンターですよ。まあそうです。いや、俺はそう思った。ポンちゃんはいや、そんなことないですみたいな感じだったけどね、うん、なんならピクシーナイトも僕はスプリンターだと思ってないですみたいな感じ。来年のスプリンターズステークスはもうシトラウスが勝ってると思ってますよ。 G1 取るってこと？取るでしょう。今あれだったら、だってピクシーナイトだってそんなこんなでね、惨敗してますから。あ、そうですね。その3歳の春とかは全然、なんか陣営的にはなんか長い距離行かせたい感がある。頑張ってほしいなと思いました。皐月賞に出てほしいな。クラシックに出るってちょっとさすがの俺でもワクワクする。今回ワクワクはしてなかった。今回は別にワクワクする。皐月賞に出るなら今度こそちゃんと応援に行く。応援に行くかどうか別にしてワクワクしながら見れる。いかんのかい、皐月賞出るのに。
聞けよ、皐月賞なあ。そうですよ、めったにないぞ、G1 そんな出れるのって。皐月賞も何回も言ってるもん、小林さんの今で。まあ確かにね、サログリフクイノックスの時に1回でしょ、でも何回か、何回もって皐月賞出たらまた回数の本当だよ、サリオス見た気がする。サリオスの時だってやね、無観客ですよ、無観客系は。そうかね、ライブ配信かね、あれはってなったよ。記憶がテレビで見てたものを書き換えられるぐらい、テレビで見てて僕に十分なんですよ。そうだね、やっぱその論争はね、最後にやっぱしとかないとね。そうだね、そうだね、やっぱポンちゃんとそれ言ってましたもんね。そんな話ね、動画の中では一回も出なかったけど、最後にそれが出てきて、そう出てきた、うん、なんかほんと取ってつけたように最後に話してで、うまくまとまってたけどね、でもね、あ、ほんと、うん、現地は行かなくていいみたいな。だけどこうやってね、楽しめるのはやっぱり現地のいいところですよね。いや、アシシさんもいたね、そういえば。あ、そうそうですよね、はい、うん、アシシさんありがとうございます。もうあれ、勝手に出させてもらいました、紹介のやつ。勝ち取り申し込まれましたか、うん、って言われて、そういう時本当申し訳なくなっちゃうんですよね、出資者の方にね。もちろん申し込んだよねみたいな感じで言われて、もちろんです、外れましたって言ってくれ、いいんだよ、外れちゃいました。俺は大体そう言うよ、偉い。あー、もう外れちゃったんですよみたいな。あれでも9人しか申し込んでないなかったですけどねつって言われて。それぐらいは確認する。そうですね、それは重症だから、そこはちょっと確認した方がいいですけどね。まあでもいろんな方声かけてもらってね。あ、そうです、あの勝利のキップさんとか。ああ、はいはい。あとルークさん DM いただいて、うん、カリナさんいますって言って来たんで、いますっつって。で、最初フードコートに、うん、私誰だか分かりますか、ルークさんでしょナイスミドルみたいな感じ。池王子、そう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 、そうだね。最後まで一緒に観戦していた。ああ、そうだ、いたんだ、ルークさん。映ってなかったっけ。いやー、映ってなかったよ、映ってなかったです、多分後ろにいたとは思うんですけど、はい、ルークさんって急にね、ルークさんあと安岡さんね。そう、安岡さん、安岡さんね、出ていただいてありがとうございました。はい、皆さんよくしていただいてありがとうございます。私とラス勝ってれば最高だったけどね。そうなんです、ね、そしたらアシシさんの口取りの風景もちゃんと撮れてね。そう、どうしたんすか、何なんすか、何なんすか、この感じ懐かしいな。さ、最近撮ってなかったな、この感じ、はい、小町さんのさ、うんうん、イクイノックスとかの極地の還元金額になりすぎて、うんうん、サウジアラビアロイヤルカップの3000何百万っていう賞金で逆算した時の夢のなさに最初から俺泣いてたんですよ。金がもっと金くれよと。そう、優勝だぞって一口戻して夢ないんだなと思ってしまいました、小町さんを見すぎて。夢のないこといっぱいあるから、たくさん金払えば払うほど、金払ってなくてもどうしたんって感じになるんで。そうですよ、どうしたん、したん、まあでもしたんは頑張ってますよね、はい、スカイゲイザーどうしたん、おい、高かったんだぞ、はい、っていうなりますからね。モスクロッサ、モスクロッサどうしたん、あれモスクロッサ、お前250万だあれ、しかもなんかまだなんかやる気がないからっつって天への期間な伸びちゃって、あれ4回東京で未勝利使う、だ4回東京で今でしょ、10月の、そうか、そうでしょ、だけどまだ天栄でなんかもうちょっと鍛え直すことにしましたっていう更新が。おいサンデー、リバティアイランドで浮かれてんじゃねえぞ、もう使ってください。ジャパンカップ行かなくていいからな、出んなよ。あの時言ってたな、シルクのパーティーの時、リバティはジャパンカップ出さないらしいですよって。出すなよ、使うなよ、そしてここは一ファンとしてはすごい見たいですけど、ね、見たいね、今の頂上決戦みたいな。そうそうそう、俺も見たいね。まあ、結局主語はビジネスがあるからやっぱボバ優先みたいな。牝馬 G1 完全制覇でもいいじゃん、別にエリザベス女王杯で。おそらくエリザベスに出ちゃうと、どのってジューシー出れるじゃんってなるじゃないですか。そうするとやっぱり何かとんざがあって、リバ記念っていうのが一番なんか、うん、そうですね、なんかちょっと状態があっていて、はい、ジャパンカップは有馬記念を目指しますっつって、でイクイノックスが勝って引退で、はい、そうそう、リバティが有馬記念を勝って、でよかったね、よかったね、終わり。思わずシトラウス全然関係ない話になっちゃいました。はい、次は朝日杯、出れないか、出れ、わかんないか、抽選か、次はどうする。そうですね、なんか別に何も出てないですね、出てない、ね、2着だったら可能性あったんですけどね。新山記念、アキラが言ってました、と年明けのね、新山、うん、前あるかもしれないですね。そしたらもうこれ完全ピクシーナイトロードだから。なるほど、じゃあ NHK 前までは惨敗、いや惨敗じゃない、惨敗しなくて、マイル路線を歩んでくれればいいんじゃないですか。オープンバまで行ってくれればね、うん、僕オープンバ持った方がいいよね。ちょっと前までオープンバだったよね。そうそうそう、最初はそうですよね、最初オープンバだったよ、引退時点でオープンバ。ああ、なるほど、なるほど、ムーちゃんは3勝馬だったよね。そうですね、3勝クラスにね、コンダクトレスも3勝クラス、そうだね、ああいう落ちました
そんなことない。本当忖度ないね。抽選に一切ない。僕動物サージ大好きなんですけど。忖度ないですか。もうないんですね、うん。でもシュトラウスのおかげで僕ね、100円儲かったんですよ。コピーだ。換金してる。換金しました。だってこれ、ね、見せてコピーなの見せてあげてよ。コピーですね。こちらに。そうだね。こっちだね。いや、競馬場とかさ、ウィンズのコピーってさ、はい、ちゃんとしてるよね。なんていうの、その、あ、そうですね。サイズがさ、あの名刺のサイズにコピーすると、ちょっと合わなかったりするじゃん。そうなんですね。プリンターで。あ、でもダメだ。俺100円返ってきてない。それ10円払ってる。90円だ。190円だと。あ、コピーするのに10円必要で。10円必要。だから、副賞100円しかついてない。0.9 枚。はい。損してるじゃないですか。損してるな、あれ。だよ。後で調べます。俺もすぐシュレッダーしておきます。それはちょっとやばい。これもう8000枚以上あるこの切れたそんなに持って。で普通に考えてさ、8000枚ってさ、すげえ金額だよね。100円でも80万ですもんね。本当だよ。どうやってんすか。俺はいつもその種類やめたのかいたまに。いやでもね、先週シュークリームが買ってくれたりするんですよ。あ、そういうことあるんです。シュークリームさ強かったよね。強かった。シュークリームと七尾強いよ。七尾強いね、もみじステークス。七尾はね、NHK マイルでライバルになるかもしれない。そうそうそう、シュトラウスのライバルになるかもしれない、七尾。でも七尾は G1 取る名前じゃないですよね。シュークリームも。シュークリームも通らない。どんどん出てくるね。どんどん出てくるライバルが。ちなみにあのカンティアもデイリー杯2歳ステークス。お関東、うん、なんで京都行く。関西は、はい、サフィラアルトミスステークス。逆やないか。おい、関西馬は関西におればええ、関東馬は関東におればええ。しかもさ、カンティアーモの方がさ、もうだって新馬戦ね、7月終わりぐらいの新馬戦でしょ、うん、あれって1戦しか使ってない。サフィラ2回使っとるやん。もうそうですよね。なんでまた早いタイミングでまた出すのよ。イクイノックスのパーティーの時に君とさんに聞いたのよ、はい、カンティアーモ出資してますと、はい、アルトミス行くんですか。いやちょっとね、まだねみたいな、難しい馬でみたいなこと言ってる。気象が繊細とか言ってる馬をバンバン輸送するんじゃないよ。本当に。もしかしたら車に乗ってる方が落ち着くタイプかもしれないですね。ああ、なるほど。馬いんのかよ。寝て起きたらなんか来たっつって。そうか、寝て起きたら京都でしたっつって。はい。ほら、人でもさ、旅をすればリフレッシュする人いっぱいいるじゃないですか。競馬場って全部遠いじゃん。美穂からさ、茨城からね、そも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 東京に行くとかさ、高速で移動して、ね、千葉に行くとかってなるのか。全部移動あんのよ。でも運転もしないしさ、大場さんはさ。そうだね、うん、何されてるか分かんないからね。終わりましょう。もうあの俺ポンちゃんと動画撮るやつの準備もしないといけないんですよ。新馬戦展望とか。あ、そういえばポンちゃんの名前の由来もね、聞いたんだよね、うん、おお。全然悪気ねえじゃん。全然悪気ないけど一応聞いた方が。一応聞いて。聞いたには間違いないけど、何一つ思い出せない。覚えてねえなら話を出すなよ。もうポンセ、ポンセのポンセ、ポンセのポンではないんだ。ポンセのポンではなかったですね。ああ、そうなんだ。それを言ってくれればよかったもんね。そうなんだね。はい、わかりました。はい、まあ、全然覚えてない。全く覚えてない。聞いたことは覚えてない。あ、そうです。次はね、また新山記念でお会いしましょう。はい。京都です。ありがとうございます。いや、来年日程が変わってるかもしれない。あ、そうなの。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。もしかしたら中京かもしれません。あ、